次はね、今日、まあ、これはあの最後の曲にしようと思います。今日あの知っての通りね、チアルの今までかかってきたバンド、ジェシカ、それからフェイシア、それぞれ の, そのメインボーカルプラスアルファの人、ちょっとステージの上に上がってください。来た来たよジェシカ。あ、プラスアルファも乗っていいですよ、全然メインボーカルに。来て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 、カモンベイビー、カモンベイビー、カモンベイビー、イエイイエイイエイ。どんどん乗って、どんどん乗って。もういいの、もういいの、早く来なよ、カモン、カモン、カモン、ハリアップ、ハリアップね。来た。あの呼ばなくてもどんぼろが来るようですね。でも分かってるよね。え、呼ばないと来ないみたいな。うちの息子も呼んでいる。どうぞ。息子はどこ行く。今日はね、まあ、改めてこの場を借りてね、この会場に足を運んでくださった皆さん、どうもありがとうございます。イエーイ。まあ、何度も言ってますが、杉原千春という男がですね、生きてきた中でバンドという一つの趣味の世界でも、どのバンドも見ていただいて多分通じたと思うんですけど、やつがやってる趣味は半端じゃないんですよ。ボーリングもすっげえうまいし、野球は知らないんだけど、本当にね、とことん突き詰めないとやらないやつ で、そういう意味では今日この千春をね、たどってこういう形で、バンドを披露できたことは本当に奇跡だと思うし、嬉しく思ってます。まずはそのジェシカはこの時のためにね、再結成してくれて、ジェシカ、ありがとうございます。イエーイ。千春の前提を見せてください。さあ、フェイシア、フェイシア、ありがとうございます。イエーイ。俺にとってはフェイシアのスライドがなかったら千春でやってなかったので、俺と千春の中では駆け足になっている、そんな思いのままです。そして俺たち鳥がハッピー、イエーイ。そして今ここにいるエブリバディ、イエーイ。先に言っとくけど、ここに隔たりはないから、ね、ないか、こっちとそっちとかないからさ、もう全部一緒くたになって千春にこの暑さを、ね、伝えてあげたいと思うんだ。上がりたかったらおいでよ、もういいよ、今日は特別だから。全員上がってみるよ、客誰もいなかったしな、前な。マジで誰に向かってやってんだぐらいな。乗り切れな、乗ってこい、カモンベビア。盛大になって、なんか客席よりもこっちが多いんじゃねえかぐらい珍しい光景ですが、まあこの特別スペシャルな企画締めを、締める曲は多分知ってっかな。でも、あ、そうだね、今日は千春にちなんだイベントだから多分ジェネレーション一緒なんで多分知ってると思うんだ最近若い子とかなんだかなって知らないかもしれないんだけど、お送りしよう、 Last Number is Come on Drums。Oh, oh, 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 oh
そして守護神伝説レジェンドガーデンでした。どうもありがとう。ちなみに業務連絡、この後打ち上げやります。今のステージと一緒でこっちとして手当たりありません。お客さんとか全然関係ない。来たい方来てください。養老の滝ね、常見の西入り口養老の滝でお待ちしています。もし分かる人はそのバンドに行ってください。またもう一回盛り上がりましょう。よろしく。